はい、また。入ってるよ。入ってるよ。ああ、ああ、ああ、トシです。こんにちは。ああ、トシです。所長でーす。みんなコロナ、新型コロナウイルスで自粛してますか？自粛してないな。俺もなんか表出てたけど。マスク。今日は4月の18日です。場所は、イオンモール桑名のところに来ました。はい、ん？ん？何県？三重県。三重県な。三重県はまだコロナの改正が、感染率が少ないので、ちょっと安全性もあると思って来たんですけど、今日来た目的は、コンビニ版の、ジョジョの奇妙な冒険の、今ジョリーン、これから始まるジョリーンのやつを今集めてるんですけど、それでまだ、中途半端な、ここしか集めてないので、新しいのを探しに来たんですけど、なんと今日からなんかイオンの方は食品だけで、あとはみんな休みっていうことで、他は知らんよ、ここはね、ここはなんか休みだね、今日から休みなんですよ、聞いてみたらびっくり、そう聞いてみたらびっくりで、なんだろうな、ここ結構ね、この向こう部ってここの結構大きいからさ、スーパーブックオフなので結構広いんですよ、そう思ってきたい、で、と思って2人でトシ君と答えてきました。で、もうやってないっていうことで、もう今、夕方の5時頃なんですけど、食品の方のお酒コーナーとか、あとカルディもやってたもんで、そっちの方も見に行って、お酒コーナーではトシ君の好きな、ミント焼酎、よくたまによく言ってたけど、ミント焼酎ってやつ、これトシ君が2つ買って、これ美味しいんですよ、さっぱりしちゃってですよね、今日家で飲みます、今夜家で飲むっていうことで、なんかこれ服装が今日この、今日はね、2月に沖縄に行った買った、この明治財やな、近所のところで買った、てか本物だよね、これ本物、米軍のね、払い下げのやつだからね、これリドル、リドルさん、こっちは US US ネイビーで、新しいやつは US マリーンなんですよ、で1個前の方なもんで、結構安く買いました、僕もね、今日これこんなことやる、これ沖縄じゃないけどな普通のコルギアさんで買った、これ全然本物とは違いますよね、もうワッピンだけがもう全然違う、俺のがかっこいいよ、本土に来るとこのワッピン取られるんですよ、なんか高速あれあれだって、帽子もこれやる、あれ靴はね、これ靴は違う、で、近所にいた時にはね、トシ君は、靴を2層買ったんですよ、米軍の垂れ下げの重たいね、なんかテカテカのねそれ前もいたっけほんで、で、一足が、一足セットが結構安くって、2足買ったんですよ。そう。ね、一足いくらと思います？多分ね、この辺で買ったら、多分一足で多分5、6000円はすると思う。でもね、本当に欲しかったやつだからさ、もし5000円だったとしても、普通に一足は。けど、それ以上に安くて、2足で2000円やったっけ、1000円1000円で2000円っていう、
格安で本土で買ってきました。沖縄の話ばかりで恐縮だけど。沖縄の話で恐縮だけど。ああ、それで沖縄の話で恐縮だけど、最近、ね、オリコンの方でよくあのダイナミック琉球という歌してます。よく流れてますよね。流れますね。あれ、あの生駒晃さんがあの10年前のシングルをあの多分その歌手がもらって、アレンジを変えて歌ってます。ちょっと、ちょっと歌ってみようか。ちょっと、歌ってみる。出だしだけ、はい、せーの。海よ、祈りの海よ、波の声響く空よ、っていうことですね。あ、たち。ということで、今日はわざわざ桑名に、ブックオフ目当てで桑名に行ったけど、ジョジョの本がなかったっていう、っていうかね、やってないっていうか、休みで、っていうかね、コンビニ版が欲しいやろ。コンビニ版がコミックよりもちょっと大きくて、でめちゃくちゃ太くて読みやすいんですよ。本屋行けば普通にあの新品の本が売ってる。それ買えよ。いや、やばい、100円で買わないと、あの昔のやつだからね、100円で買わない。普通のコミック版は普通に売っとるやん。それは早い。120円よ。わざわざ、レイロマまあまあ、それは楽しみや。今、初めに桑名のところの部屋で一周回して、ちょっと映したんだけど、もう本当にもう散々として、駐車場もガラガラでね、結構、やっぱり愛知県に住んでる人にとっては、まあ、こっちの方が、感染は低くなると思うので、また、こちらがお、こちらの桑名がオープンしたらまた寄りたいとは思っています。またその時はまた新しく配信しますね。三重県大好きだから。ということで、じゃあ、まあ、取り留めもない話だけど、即興、即興っていうか、即興が一番、まあ、いろんなネタあるんだけどね。即興が一番、即興が一番。やろうと思えばいろんなネタあるんだけど、まあね、あのボード使ったりしてな、まあ、これは、まあ、2人の普通の会話だけ聞いとっても多分面白いと思うんですよ。お酒飲みながら、お酒飲みながら、とんでもないこと言っとると思うけど。まあ一番いいのはあれやな、あの部屋、部屋でのあの飲んどる時の会話、あれのが一番面白い。ああ、面白いと思うから多分みんなも笑うと思う。あとお店の中、スーパーマーケットの中とかね、ホームセンターの中で撮影できたら、もう何でもできる。もうそこなしで何でも、もう即興で、もうそのある、まあ、ホームセンターなら、物ね、例えば熊、潮干狩りでね、熊、まあ、こんなちょこちょこ取っとるよりは、こんな でスコップみたいなもんで、でかいスコップでドーンって取って、ザル入れて、ザル入れて、2人でくるに分けて、ほら、1杯取れる。で、それを即興でやったときに、ちょうどおっさんがおって横に、そのおじさんから、そんなことやったら、貝が割れてもあやねんかとか言って、突っ込んでくれよと思って、結構面白いですよ。今週からしばらくあれかな、暖かくなってきたから、ちょっと、この明細の方で行こうかな。長い。だから、めちゃめちゃ長い。僕大体上は 3S なんで、3L なんですけど、これは多分5か 6L ぐらいある。アメリカサイズだよ、もう。でかいわ。離れよう。こんだけ離れてもらう。そうだな。入らない。ぐらい大きい。ということで、まあ、桜ももう今、桜の方もみんな散っちゃって、はい、遅咲きの桜、名前忘れちゃったけど、そっちの桜の方が今咲いてますね。で、普通のソメイヨシノは、もう葉っぱだけになりました。では今日はこの辺にして、トシ君の持ってるミント焼酎で今日は乾杯しましょうかね。違う、名前飲まんの。チューハイが流行ったから。あ、僕チューハイ派で、ビールとチューハイだから。トシ君は焼酎、最近焼酎、ハイボール、ハイボール、ビール、もういろんなもの飲んだ。
ごちゃ混ぜ飲みまん、ごちゃ混ぜやな、ごちゃ混ぜ飲みまん、うん、で、まあ、朝まで飲んでるんで、朝まで朝までではないな、まあ、まあ、普通の日は仕事があるから、うん、あれだけど、まあ、土日は休みだもんで、土日はあれやな、今になると2人で話しながら普通に2時とか、2時とか3時やね、うん、ずっと起きておりますよね多分今日もそのぐらいだな。じゃあ、トシ君、明日の予定が何もなければ多分また遅くなるまあ、また動画でも撮るかい。ああ、そうだな、うん、東京はカラオケとか間が来たらダメだもんで、明日どうなん、うん、そっちの方がどうなるかちょっと分かんないけど、ちょっとそこで撮れたらまだ撮ります。はい、はい、じゃあ、またみんな、またね、じゃあ、よろしくね、また。じゃあ、時を戻そう、トシ君、行くで、時を戻す、うん